为柯南系列的主题曲御用演唱者仓木麻衣，因为创作并演唱了18首柯南主题曲而被中国观众熟知并喜爱。而9月份，这位日本女歌手即将来到中国举办巡演。5月20日，仓木麻衣就现身上海，为即将拉开序幕的巡演举办了启动发布会，并现场宣布了3场演出的地点：9月2日上海大舞台，9月17日广州中山纪念堂，9月24日杭州黄龙体育馆。而这个自称与柯南一起成长的80后女生，也将在她的中国巡演上为中国的粉丝送上他们热爱的柯南主题曲。名探偵コナンは本当に世界中から今となっては愛されているアニメだと思います。で、私も一番としてずっと今全曲18曲ご一緒させていただいて、つい最近は今年は20周年記念ということで、名探偵コナンのお祝いのコンサートを日本で開いたんですけども、そこにシンフォニックスタイルで歌の方でお祝いさせていただけたことを本当に感動して嬉しく思います。で、そこで、皆さんとファンのみんなと、そのコナンのファンの皆さんと一緒に、また引き続き応援していくっていう気持ちをこう一緒に誓いまして、で、そこで、また主題歌をこう歌わさせていただくにあたって、さらに、自分も情熱を込めて、名探偵コナンの歌を頑張って作らさせていただけたらな、そういう思いでいます。コナンの歌をたくさん歌っていこうと思っています。要是你以为惊喜就这么多，那可就大错特错了。为了此次的中国巡演，仓木麻衣透露自己正在努力的学习中文，希望能和粉丝来一次中文大合唱。偶像如此拼，粉丝们可得加把劲儿，赶紧练练唱功了。そうですね、中国語の練習本当に発音が難しいんですが、ライブでは直接自分の気持ちを中国語で伝えられるように準備していきたいなと思っています。で、特別な演出っていうよりは本当にアットホームでみんなとこう音楽を楽しんで、そしてたくさん曲を届けて歌って、楽しめる、そういったコンサートにしていきたいなと思ってます。